外と苦労して撮ってるやろ。そうですね、もう大変なんやろ、いろんなところ。そうそうそう、で、自分が見れない角度で見るからすごく綺麗なとこは分かるね。自分のバイクを再発見できるからさ。2万6000台も撮っとったら。そんなとこ撮ってるよ。 YouTube でバイク自動車部門では個人では再生回数世界一よ。あれっすよね、ひふみ。そうそう、渡辺だよ。で、うん、でも 本とかテレビの方が有名、有名、知られてるの、知られてるよね。あ、そう、うん、いっぱい来てはったやろ、芸能人とか。あ、うん、終わったらこういう風に並べてな。あ、はい、わかりました。オッケー。よー、男前。あ、ちゃええ男やな。気づけて帰るよ。またお会いしましょう。はい、なるほど。またお会いしましょう。気づけてね。またお会いしましょう。気づけてね。ありがとう。です。ごめん、このいかついやつはなんていうバイク？これゼファーカイです。何年モデル？これ2005年です。どこのマフラー入ってんの？これ、ヨシケンっていうマフラー入ってます。オッケー、エンジン聞かせてもらえる？はい。GPZ400 です。何年モデルだ？昭和58年。58年か、カオル取ったんやな。そうです。いや、またこれまた違うな。どこのマフラー入ってんの？これは自分たちで作ったショート缶ぶった切って。ちょっと、はい、今、音聞かせて。はい。さあ、渋いブルー。これはなんちゅうやつ？ゼファー400。カイじゃないやつ？はい。何年モデルかな？92年。どこのマフラー？わ、これプリティ缶ですね。オッケー、エンジン音聞かせてもらえる？これ、あれ、オイル缶ダブル取り回してるな。え？ダブルで取り回してんやな、オイル缶。あ、そうです、そうです。オッケー。ゼロ線。これはなんていうバイク？ VTZ250 です。VTZ の250。何年モデル？昭和88年やった。おー、これ黄色入れたいな。買おうかな思ってるんですよ。うんうん、味方識別色入れてさ、この辺に 7.7 ミリ掘り込んだらな、買っちゃうんやけどな。これどこのマフラーかな？いや、これは純正に車外っていうか、車外つけたんや。ごめん、ほんでエンジン音聞かせて。あの店の前コール禁止ね。はい、オッケー、よろしく。どのルートで帰んの？まっすぐ、はい、オッケー。あかんで、滑ったらあかんで。滑りそうやったら押して歩き。その方が賢い。Yeah.